今回採点する映画はこちら、52Hz のクジラたちです。2021年の本屋大賞受賞、町田園子の小説を杉崎花、志尊淳のダブル主演で実写映画化です。タイトルからは、想像できないような虐待、介護、親の責任放棄、 DV などとにかく重たい不幸エピソードのオンパレードで、見ていて目を背けたくなりますし、かなり心がズタボロになることは間違いありません。ついでね、ややネットで話題になった志尊淳のヒゲ似合わなさすぎ問題もストーリー上とても大切な要素の一つになっているので、映画を見ずに小バカにするのではなく、まずは作品を見て心ズタボロになって反省してほしいなと思います。採点は65点。タイトルの余韻もあって長く心に残るだろう映画はぜひ映画館へ。